Gloria, Gloria. 糸高きところにおられた方が、この地に生まれてくださった。なんという神の恵み、そして憐れみ。糸高き方が平和を携えて、喜びの知らせを携えて、この地に来てくださった。グローリア、グローリア。神の栄光を賛美します。褒めたたえます。この礼拝を心より感謝して、イエス・キリストの御名によって、アーメン。今日は2023年最後の癒し礼拝です。そしてクリスマスのシーズンの第3アドベント、特別なことが2つ重なった癒し礼拝です。クリスマスの癒しの時を心から喜びたいと思います。私にとってのクリスマスの癒しは、神である方が、神の御子である方が、私たちと同じ体、心を持ってこの地に生まれてくださった。もうその事実そのものが癒しです。今日はこの地に肉体を持って来てくださったイエス・キリストを賛美し、神の栄光を褒めたたえたいと思います。最初に今年自分が体験したことから話したいと思います。今年の6月アメリカ伝道に使わされました。そしてこの伝道の最終日のことです。最終日というのはもうすべての予定が終わって、その日はもう日本に帰国する日、もう予定も何もなく、空港に行く時間を待ってる時でした。朝起きた時に何かちょっと体調がいつもと違うなと思ったんですが、どうも風邪をひきかけたような感じになってました。もっとも共に使わされた、アメリカの地区スタッフの新井さつきさんが、最初に風邪をひいて、どうもそれがちょっと移ったようなんですね。でもだんだんとね、症状が出始めてきて、最初は、喉が痛くなって、それから、頭痛が始まり、そして体が、だるくなりました。心配してくださった集会リーダーさんの一人が風邪薬を持たせてくれて、朝飲んで昼も飲んで、そして日本に帰国するフライトは夜だったので、空港でですね、もう一回薬を飲めるように、自分はペットボトルに水を入れてね、薬用の水を入れて用意したんです。そして空港に行く時間が来て、そして空港に着いた途端ですね、その風邪薬を口に含んで水を飲んだ瞬間です。もう文字通り頭の先からつま先までブル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 って、このね、よく漫画でこう人が震えるシーンありますよね。もう全くあれと同じなんです。そして歯がカチカチする音。その水はですね、冷たくないんですよ。もう常温の水なんですが、自分の体温よりも低い液体が体に入ってきた時にね、もう激しく震えたんです。もうそれほど体の芯がですね、冷え切っていたんだと思います。もうその自分自身にですね、ものすごいショックを受けました。こんなことは初めてだったんですね。そしてアメリカの6月はもうすでに
夏ですので空港はものすごい冷房が効いてたんです。もうこれがですね、もう本当に寒くて寒くて仕方なくて、で自分は夏服にですねジャケット1枚着てたんですが、もうとっても我慢できなくて売店に行ってですね、とにかく上に着る服を買いたいってこう探したんですが、夏なのでね、T シャツが多かったんですね。でもようやく長袖のね、スウェットを見つけてそれを着たんです。でももう寒くて寒くて、もうもう我慢できない。で一人でしたしね、帰国するのは。そしてその時のフライトはですね、台湾経由の約17時間のフライトで、飛行機の中もねきっと寒いに違いないと思ったら、本当にこの体調で自分は耐えられるんだろうかって、もうその不安と、そして横になりたいっていうこの何とも言えないしんどさで、もう本当に気持ちがもう追い詰められてしまいました。でもう本当にね、主よ助けてください、癒してくださいってこう祈ったんですが、その祈りをしている時に、こんな言葉が思わず自分の口から主に対して出てきたんですね。それはですね、イエス様、あなたはね今自分がどんだけ不安であるか、このしんどい気持ちを知ってくださってますよね。でそれに対しては答えはありませんでした。そしてその次に、こんな言葉が出てきました。イエス様、あなたはこの自分のしんどさと不安を背負ってくださっているんですよね。でこれに対しても特に何も答えはなかったんですが、この2つの祈りをした時にですね、不思議なんですが、何か自分のハートの奥深いところにですね、イエス様はこの今の自分の不安と しんどさを背負って十字架にかかり復活してくださったというですね、この告白がなんかハートの奥底に刻まれているような感覚があったんですね。現象世界の自分はもうしんどいし不安なんだけども、魂の本音のところにですね、なんかその告白がねあるというか、横たわってるというか、これは決してですね、そう信じるぞという気持ちの踏ん張りとか頑張りではないんです。そしてもう本当に飛行機の中もね寒かったんですが、なんとか耐えて、そして日本に、着きました。もうその時にはですね、もう立ってるのがやっとの状態で、ボロボロの状態で、でおまけにですねコロナに感染してたということが分かったんです。だからもうしばらく、教会の仕事もねもう休まなくてはいけなくなって、でも本当にそれからですね、まるで復活に吸い寄せられていくように思ったよりも早く回復し、しばらくして完全に癒されて、元気になりました。イエス様は確かにすべての病、痛み、不安を背負ってくださった。そのことを改めて思ったときに、心に迫る、御言葉が、一つありました。でこれはですね、マタイ福音書の中でイエス様がですね、たくさんの病の人、そして悪霊に疲れた人々を癒すという記事があるんですね。でそこに一言添えられている御言葉です。マタイの8章17節、これは預言者イザヤによって、彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負ったと言われた言葉が成就するためである。この鍵括弧のところはですね、これはイザヤ53章の旧約聖書、イザヤ53章の引用なんですが、新約聖書は、の原本はギリシャ語で書かれてます。ですからこの日本語は
ギリシャ語から日本語に訳したものになってます。特にこのイエス様がですね、患いを身に受けっていう、この患いっていう言葉の、患いと訳されている、日本語に訳されているこのギリシャ語がですね、とっても気になったんですね。そしていろいろ調べてみました。この患いという言葉に使われているギリシャ語は、アッセネイアと言います。この意味はもともと弱さという意味なんですが、ギリシャ語辞典を調べると、その弱さというのはどんな弱さかっていうのが、これそのまま辞典からコピーしたものなんですが、いろいろ肉体的な弱さ、精神的な弱さ、あとはその病気の病弱な弱さとか、このいろんな説明がありました。そしてさらにいろいろ資料を調べると、こんな意味があることも分かりました。それがですね、自分ではどうすることもできない弱さ、そしてもう一つが何かに過度に依存してしまう弱さ、これらの意味もアッセネイアという言葉にあったんです。そして今回この患い、イエス様が患いを身に受けたという、そのイエス様が受けてくださったこの患いの中の、この過度に依存してしまう弱さというところに思いが惹かれました。なんかいろんなことが思い浮かんできたんですね。この依存してしまう弱さ、アルコール依存、薬物依存、ギャンブル依存、ゲーム依存、もうその他ありとあらゆる依存してしまう弱さ、それをイエス様が身に受けてくださった。そして依存してしまう弱さというのは、例えば権力や武器に依存してしまうのも人の弱さだと思います。決して一部の人だけではない、何か多くの人たちがですね、何かに依存してしまう弱さを持ってる。それをイエス様が身に受けてくださった。少し前に国会でも取り上げられましたけども、若い女性が、お気に入りの、ホストにはまってしまい、何百万円という売掛金を生じさせても多額のお金を投入する。そしてやがて自分ではブレーキが効かなくなって、命に関わる事件に巻き込まれるというケースが何件かありました。10代の若者がオーバードーズングといって、その風邪薬、咳止め薬などを一気に大量に飲んで中毒症状を起こしてしまう、救急搬送され、そして中には命を落とした人もいます。数日前には小学校の児童がオーバードージングで緊急搬送されたというニュースがされてました。これらも依存です。何かに依存してしまう弱さです。そして衝撃を受けたのが、大学の名門クラブ活動の寮で学生たちが薬物を摂取していた。このニュースは未だに尾を引いてます。日本は法律によって社会が成り立っています。法律を犯した報いというのは法律が背負い、法律によって裁かれます。でも心の虚しさから、本当は何一つそれで満たされるものではないとどっかで分かっていながら、何かに依存してしまう弱さ、自分ではどうすることもないできない弱さは誰が背負うんですか。そしてそれによってボロボロに傷ついた体と心を、それを身に受ける人は誰ですか。
傷ついているのは本人だけじゃないです。その近くにいる家族友人たちも傷ついている。でもですね、ただ一人、ただ一人どうすることもできない、自分ではどうすることもできない弱さ、何かに依存してしまう、分かっていながらもやめられないその弱さをただ一人その身に受けてくださった方がいる。それがイエス・キリストです。そしてそれを身に受け、十字架にかかり苦しんで血を流し、そこから復活をしてくださった。イエス様が肉体を持って、私たちと同じ肉体を持ってこの地に生まれてくださったというのは、その肉体によって私たちのすべての病、痛み、苦しみ、弱さを身に受け、そしてそこから復活するためです。ここに癒しがあると信じます。肉体を持ってこの地に来てくださった主イエスキリストの御名を賛美したいと思います。Thank you.
キリストイエス様、特に若者たちの心の癒しのために祈りたいと思います。あなたが弱さをその身に覆ってくださったということは、その弱さに現れるあなたの力が、恵みがあるということだと信じます。このクリスマスの時に本当の生きる喜び、希望、楽しみをあなたがたくさんの多くの若者たちのハートに語ってください。クリスマスは、クリスマスの喜びは、傷んだ者たちが本当の喜びを知ったときに、神様、あなたはどれだけ喜んでくださることかと思います。キリストイエス様の癒しが傷ついた若者たちの心に流れていきますように。アーメン。クリスマスの、聖書箇所の中から、一箇所、読みます。ルカ2章25節から32節。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると律法に定めてあることを行うため、両親もその子イエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたの御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから。この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光であります。マリアとヨセフが生まれた赤ちゃんのイエス様を抱えて宮に入っていたときに、このシメオンという人は幼子イエス様を見ました。そのときに感激して言ったのが、主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから。シメオンが見たのは、現実に見たのは、まだ本当に生まれたばかりの小さな小さな普通の赤ちゃんです。でもその赤ちゃんを見たときに、私の目はあなたの救いを見たのだから、これは完了形になってます。見てしまった。なんかこのシメオンの言葉にとても感動が迫ってきますよね。そしてこのシメオンが見てしまったという救いは、3種類、3つに表現されています。一番最初が、あなたが万民の前にお供えになったもの。神の救いは、主が万民の前にお供えになったもの。この万民というのは英語では all peoples、 すべての人々、そして、ギリシャ語では一人残らずすべての人々という意味を強調する言葉が使われています。一人残らずすべての人々に備えられた、用意された救いがあるって言ってるんです。すごいことですよね。この人にはあるけどあの人にはない、こうじゃないんです。すべての人々に用意された救いがある。それはこの地に生きる人たちも、そして天に帰った者たちも含めて、一人残らずすべての人々に用意された救いがある、そう言ってるんです。
その用意された備えられた救いをありがたく受け取ることを信仰と言います。私はね、このすべての人、もう一人残らずすべての人々に用意された救いがあるということは、その一人一人それぞれが今置かれている状況にもね、救いが用意されていることだと信じてます。その一人一人が置かれている状況っていうのはみんな違いますよね。例えばある人は喜んでる、でもある人は未だに悲しみや痛みを持って苦しんでる、ある人は飛んでいる、ある人はとても大変な経済的な、とても大変な経済的に大きな問題に突き当たっている、そしてある人は平和の中でクリスマスシーズンを迎えている、でもある人はその同じ時にですね、戦争の恐怖に震えている。こうやって一人一人はみんなその状況は違います。でも全ての人に備えられた救いというのは、その一人一人が置かれている状況にも救いが用意されているということだと信じます。このクリスマスの、シーズンというのは、街はクリスマスカラーに染まって、そしてクリスマスの音楽が流れて、独特なこう活気に満ち溢れますよね。でもその現実に解決できない、解決してない問題に苦しんでいる人たちは、自分はクリスマスどころじゃない、なんかクリスマスの喜びなど自分には全く関係ないっていう思って生きている人たちがいます。でもイエス・キリストはその解決してない問題のただ中に生まれてくださった。私はクリスマスの喜びから漏れる人など一人もいないと信じています。そして二つ目の救いです。それが異邦人を照らす啓示の光。これは私がもう大好きな表現です。異邦人を照らす啓示の光、ちょっと難しい言い方ですけどね、啓示というのは隠されているものが現れてくるという意味です。そして異邦人というのはね、一般的にユダヤ人以外のその他の民族のことを言うんですが、私にはね、異邦人のもう一つのイメージがあるんです。それはですね、神などいて何になるかと思って、神を信じるというところからもうかけ離れたところで生きている人たちのことです。神などいて何になるか、愛とか許しとか、そんなのただのきれい事じゃないか、そんな諦めと絶望を抱えて生きている人たちの心を照らす啓示の光があるということなんです。私は信じていることがあります。この美津子さんのイエス・キリストとの出会いである白い鳩は、異邦人を照らす啓示の光の象徴だと思ってます。実際美津子さんも白い鳩を体験する前には、神様を信じる人というのはなんとおめでたい人だとか、神というのは必要だと思っているその人にいてくれればいい、すごくこう距離を持って見ていたそうです。そして宗教にも興味がなかった、ましてや一人の神を信じるということは自由を失うことだと思っていたそうです。そんな異邦人の代表である美津子さんに、イエス・キリストの啓示の光が天から注がれたんです。これが白い鳩です。美津子さんは代表です。
イエス・キリストの愛を掲示する光は白い人と白い鳩となって全ての人に飛んできたと私は信じてます。それによってイエス・キリストという神がどれほどの贖いの愛の方であるか、そして永遠の癒しをしてくださる方であるかを私たちは知ることができたんです。この白い鳩のことをですね、話すと私には必ず浮かんでくる一人の人がいるんです。それがですね、スタッフの東明子さんのご主人である東邦春さんです。ちょっと邦春さんのことを話させてくださいね。邦春さんは2009年74歳で天に帰りました。私に言わせたらですね、邦春さんというのは本当に真面目と誠実が服を着て歩いているような人だったんです。そして何て言うんですかね、このね、地に足をつけて生きてるっていう、このすごいそういう感覚がある人だったんですね。でもこの邦春さんが不思議なのはですね、同時にキリストにあって夢を持つ人だったんです。信仰の人だったんです。でこの邦春さんが見た夢の一つがですね、白い鳩を映画化するっていう夢だったんです。で私はね、ある時からね、それ邦春さんから聞くようになったんです。自分はね、この白い鳩が映画化されたらどんなにいいかと思ってる、もうそれを願ってるって聞くようになったんですね。どんな夢を持つかっていうのはもうその人の自由じゃないですか。で私は最初はね、いいじゃないですかって感じで軽く受け流していたんです。ところがですね、例えば特に私がこのアメリカ伝道に使わされる時なんか必ず来てですね、ヤシさん祈ってます、ヤシさんの伝道中にハリウッドの映画関係者との出会いがあるように私は祈ってます、そしてその時にぜひ白い鳩の話を宣伝することができますようにって、もう本当にね、毎回毎回真剣に言ってきたんですね。でこれはですね、一回軽く受け流すんじゃなくて、どっかでちょっと真剣に一回話をした方がいいなと思ってた時にですね、邦春さんが話しかけてきました。私には白い鳩映画化の構想があるんですって、まるでね、全部脚本が出来上がってるかのような勢いだったんです。これはもうね、覚悟して一回もうじっくり話を聞きましょうということで、その場所をセッティングしました。で邦春さんはですね、家じゃない方がいいと言ったんですね。家ですとですね、家内がいろいろ横やりを入れてきますからねどっか静かなレストランか喫茶店で話したいって言われたんですね。大げさだなと思って、そして結局本当に外で会ったんですよ。でね、この邦春さんがね、開口一番に言ったのは、その白い鳩映画のそのオープニングのシーンだったんですね。でまずね、その光子さんがね、買い物かごを持って宿川のほとりを歩いている、そして家に帰る、家に帰ったら買った食材を冷蔵庫に入れる、そしてそれから2階に上がっていく、そして干してあった洗濯物を取り入れる、そしてパッと下を見たら近所のおばちゃんたちがガヤガヤおしゃべりをしている、このシーンから始めたいって言ったんです。そしてね、邦春さんはこう言ったんです。ただしまだこのシーンでは一切神だとかキリストだとか聖書だとか賛美とか一切そういう言葉を出したくないって言ったんです。なぜならね、日本というキリスト教国ではない、クリスチャンでもない、宗教にも何にも興味がなかった一人の普通のこの主婦に神様は白い鳩を送って新しい救いの計画を起こしたという、この神様の新しい願いを知ってほしいんですってこう力説したんですよね。もう圧倒されました。そしてですね、この白い鳩映画化の構想なんですけど、結局構想っていうのはこの最初の1分間だけだったんで、あとはね、まだ固まっておられてないようでした。
あれからね、もう14年が経ちましたけどね、でもね、この国春さんにその夢を見させたハートの感動の力っていうのは今も生きてます。そして国原さんも生きてる。神様が異邦人を照らす啓示の光を送ってくださった。伝統とかキリスト教会の伝統とかしきたりとか、そして人間の知恵とか、そんなものをはるか超えたところで全く新しい神は愛である。そしてイエス・キリストの救いから漏れる者は一人もいないということを表すために、異邦人の一人の人を選んで啓示の光を送ってくださったんです。このシメオンの感動が本当に迫ってくるんですね。主が異邦人を照らす啓示の光を送って注いでくださった。それによって私たちは本当にどうしようもない、こんな弱さを持った私たち、痛みを悲しみを引きずりながらでもその神の愛に触れることができるようになった。キリストの十字架の愛を賛美することができるようになったんです。白い鳩のアレルヤを賛美します。
シメオンが見た救いのビジョン、三つ目です。最後が御民、イスラエルの栄光となってます。私はね、この順番にすごく何か神様の願いがあるような気がするんですね。最初に異邦人を照らす啓示の光が来て、そして次に御民、イスラエルの栄光となってます。御民イスラエルとはユダヤ民族のことでもあります。今回私はこのイスラエルの栄光って何だろうといろいろ考えてみたんです。ユダヤ人たち、彼らがイエス・キリストを誠の救い主として信じること、彼らが霊と誠の礼拝に変えること、彼らが賛美の喜びに変えること、そして敵国との和解がなってイスラエルに誠の平和が来ることなど、いろいろ考えてみました。おそらく全てのことが含まれているとは思うんですが、私はちょっと主にふと聞いてみたんですね。主よ、あなたにとってイスラエルの栄光とは何ですか。特に声が聞こえたわけではないんですが、私の心の中にふと湧き上がる一つの思いがありました。イスラエルの栄光とは、彼らが愛を知ること、彼らが愛されているということを知ること、そんな思いが湧いてきたときに、みつこさんに聞こえてきた解き明かしが浮かびました。風の教会は私の喜び、白い葉とは私の愛である、私の愛を表すものである、礼拝は神を拝むところだと思っているだろう。そうではない。礼拝は愛の満ちるところである。私の愛と私を愛するあなた方の愛が一つとなって全てがなる時である。この愛の中で全ては完成するのだよ。特にここです。礼拝は神を拝むところだと思っているだろう。そうではない。礼拝は愛の満ちるところである。これを知ることがイスラエルの栄光であると思いました。なぜならイスラエルの民は最初に神から礼拝の民として選ばれた民族だからです。彼らは律法に仕え、そして誠の神ヤーウェを拝んできました。しかし肉の弱さゆえ、何度も神に背き、何度も神から離れるということを繰り返し歴史の中で経験してきました。そして彼ら自身もたくさんの悲しみを通ってきました。でも今イスラエルが、本来彼らが呼ばれたその礼拝の棚の中で、本当の神の愛を、本当の神の許しを知って喜ぶ時が来た。これまでの歩みよりも、イスラエルがこのイエス・キリストの愛によって全く新しく作り変えられる時が来たと信じます。そしてイスラエルの民が、私たちすべてのものとその同じ礼拝の中で、同じ愛に触れられ、同じ愛を喜ぶときに、イスラエルの栄光はいよいよ増して輝く、
その時が来ているのだと私は信じます。2007年のクリスマスの時に与えられた解き明かしです。シメオンの喜びは風の教会になる。主が万民の前にお供えになった救い、異邦人を照らす啓示の光、そして御民イスラエルの栄光、この救いの三つのビジョンが風の教会の礼拝になる時が来たのだと本当に私は喜び、シメオンと共に喜び信じます。今回ですね、この本当にこのシメオンがあの赤ちゃんのね、何にも始まってないまだ普通の人間の小さなあの赤ちゃんの姿に私の目は神の救いを見たのだから、見てしまったのだからというこの感動ですね。もともとこれは、シメオン賛歌という賛美が、ずいぶん前に与えられたんですが、今回みつこさんに新曲をリクエストして、その最初に与えられたこのシメオン賛歌と立体賛美でね、重なる賛美があったらいいなということで、リクエストしました。そして新しい、賛美が、できました。まずですね、このもともとあったその賛美は主よ今こそで、そして新しくできた賛美はタイトルは同じなんです。主よ今こその2となってます。これがね、立体賛美で、重なるんです。賛美隊がですね、この新しい新曲を最初に歌って、そして1と2を重ねます。さらにそこにですね、もう一つの新しい新曲、シメオンの喜びのアレルヤというのが、重なります。何か本当にこの大きな、時の流れを経て、このシメオンが見た喜びがこの全地になるという、この何とも言えない重厚なこの響きを、聞いてください。賛美隊が歌います。日本人を照らす
表現したらいいのかちょっと分からなくなるんですが、じゃあ今から、皆さんは最初に与えられた、シメオン賛歌の方を賛美してください、賛美隊がそれに新しい新曲を重ねます。私
ります。キリストイエス様、あなたの啓示の光が届かないところは何一つありません。あなたの癒しの光が届かないところは何一つありません。最もつらかった記憶に、苦しかった日々に、出来事に、あなたの癒しの光が注がれています。主イエスキリストの御名によって光を届け。体に心に、腰の痛みに、膝の痛みに、あなたの癒しが流れますように、腸に、胃に、内臓の部分に、あなたの癒しが流れますように。気持ちの弱さ、体の弱さ、それを引きずることにつらいと思っている人に、キリストがそれらを身に受けてくださいました。神の恵みはそこに大きく現れることを信じます。癒されよ。主よ、クリスマスの喜びがすべての人に届けられますように。本当の幸せを伝えるために、あなたはお生まれになり、ただ一人孤独な十字架の道を歩んでくださいました。そのあなたの祈りが、クリスマスの喜びがすべての人に届きますように、この祈りを感謝して、アーメン。今現在まだ戦争状態のある国々があります。イスラエルとイスラム勢力であるハマスもそうです。イスラエルは一部のイスラム勢力、そして一部の国々と敵対関係にあります。その要因というのは、宗教、民族、土地、歴史、経済、政治、さまざまな要因があると思います。私は専門家ではないので、彼らのような解説はできないし、それほどの知識は持っていません。でも体験的に、ものすごくシンプルなことですけど、一つだけ知ってることがあります。例えば、イスラエルとパレスチナ、彼らはあれだけいがみ合っているのに、一つだけ共通したものがあるんです。それは、イスラエルもユダヤ人も、パレスチナ人もアラブ人も、同じ中近東の伝統楽器である太鼓を叩き、そしてその太鼓の響きが聞こえてきたときに、そこには何の人種の境もなく喜びを表すということです。太鼓の響きを喜ぶ姿に、何人もへったくりもあるもんですか、同じように喜び、その喜びを表します。聖書の中に、愛はすべてを結ぶ帯であるという言葉があります。私はそんな彼らの同じように喜ぶ姿を見たときに、響きはすべてを結ぶ帯であるという思いがしました。知っての通り、
イスラエルユダヤ人の挨拶の言葉はシャロームです。シャロームというのは平和という意味です。シャロームと人に声をかけるときに、平和が平安がありますようにという祈りの意味でもあるんです。アラブ人の挨拶の言葉はサラームです。サラームという意味は平和という意味です。同じくあなたに平和があるように、平安があるようにという祈りの意味が込められています。あれだけイスラエルと敵対関係にあるイランの国の言葉であるペルシャ語の挨拶の言葉もサラームです。意味は同じです。平和を祈り願う言葉です。人々の平和を祈るその思いに、願いに違いなどはない。巫女イエス・キリストが肉体を持ってこの地に来てくださったというのは、すべての人の中にある平和への祈り、そして本当に愛されて、神の愛に愛されて生きていきたいというその共通の願いを表すために、あの体を持ってこの地に来てくださったんです。赤ちゃんの時から生まれてから自分の特権をすべて捨て、馬小屋のような普通の場所ではないところで生まれ、多くの人から反対され、そして最後には十字架にかけられた巫女イエス・キリストのあの肉体から、心から発せられる祈りは平和の祈りであり、そしてすべての人がこの神の愛から漏れてほしくないという祈りです。この方が肉体を持ってきたというのは、私たちすべての人類の共通の祈りの響きとなって来てくださったんです。主イエス・キリストがこの地に生まれてくださった、ここにすべての救いと、そして癒しと平和の鍵がある、この方を賛美する、その響きの中でイスラエルの栄光は回復し、パレスチナの平和も回復し、そしてすべての民族のハートが愛されていることに感動する。私はそう信じています。今から平和への祈りを込めてイスラエルの牧者を賛美したいと思います。中東の伝統楽器の太鼓を持って賛美します。
感謝の、捧げ物をしたいと思います。イエス様、生まれてくださってありがとうございます。そしてあなたは一人一人に向かって生まれてくれてありがとうって言ってくださっていることをありが感謝します。クリスマスはあなたが生まれてくださった喜び、そして同時に一人一人がこの地に生まれ存在していることの喜び、イエス様ありがとうございます。心からのハートの感謝を、ハートのクリスマスをあなたに捧げお祝いします。イエス様の御名によってアーメン。最後に大きな喜び屋を賛美します。
この救いは
あなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、御民、イスラエルの栄光であります。The glory of his people, Israel. アーメン。